さんたちのご利用いただきましてありがとうございます。快速特急成田空港です。空港第2ビル成田第2第3ターミナルの到着時刻は17時46分。終点成田空港第1ターミナルには17時50分に到着予定です。途中八幡、玉木、北沼でそれぞれ関係ステーションに、桜で快速成田駅にお乗り換えいただきます。次は青戸、青戸です。青戸の次は続いて高砂に停車いたします。立石、押上、浅草、日本橋方面をご利用のお客様はお乗り換えです。
押し上げ、浅草、日本橋方面を乗り上げるお客様、1階でおりまして、下の方面、1番線でお待ちください。この後、アクセス特急、滝口行き、53分、各駅停車、西馬込駅、56分の発車です。お出口は変わりまして、右側です。降りません、お忘れ物をなさいませんよ、ご注意ください。青の日、ご注意いたします。青の日が、上で、高さの日、ご注意ください。列車は船橋、津田沼、成田方面、快速特急成田空港行きです。まもなく発車いたします。17時8分、アクセス特急成田空港行きは17時28分の発車です。柴又金町へお越しのお客様、階段を上り一度改札を出ました先、専用ホーム5番線から金町行き17時3分の発車です。まもなく高砂です。高砂の次は八幡に停車いたします。通過駅と北総線をご利用のお客様は降りましたホームでお待ちください。
お待たせいたしました。京成本線経由、快速特急、成田空港行きです。次は、八幡に停まります。まもなく発車いたします。閉まる扉にご注意ください。お待ちしていたします。ご乗車になりましてお待ちください。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。閉まる扉にご注意ください。しました。本日も京成電鉄をご利用いただきましてありがとうございます。ご乗車の電車は快速特急成田空港行きです。停車駅は八幡、船橋、津田沼、八千代台、勝田台、桜、成田空港第2ビル、終点成田空港の順に停車をいたします。この先、成田には5時38分、空港第2ビル5時46分、終点成田空港には5時50分の到着予定しております。次は八幡です。お出口は右側です。上新宿線は左側です。八幡の次は船橋に停まります。順位の開始。Thank you.
まもなく八幡です。降り口は右側です。都営新宿線は乗り換えです。八幡の次は船橋に止まります。途中駅の鬼越、中山、東中山、西船、外地には止まりませんのでご注意ください。この後、各駅電車の次行きは5時4分の終点です。降りましたホーム2番線側にてお待ちください。八幡に到着です。お出口が右側です。次は船橋です。お出口は左側です。JR 線、東武線は左側です。船橋の次は津田沼に停まります。途中駅の内進宮下、船橋競馬場、やつには停まりませんのでご注意ください。
区船橋です。お出口は左側です。JR 線、東武線は踊り川です。船橋の次は長浜に停まります。途中駅の大地区下船橋競馬場、やつには停まりませんのでご注意ください。この後、各駅停車、千原台行きは5時8分の終点です。降りました。ホームにてお待ちください。ご乗車の電車、この先津田沼で千葉方面、千葉中央行きに、また津田沼市発の各駅停車、に行き、板倉で快速成田行きに乗り換えができます。まもなく船橋に到着です。お出口は左側です。ご乗車になりましたら、車内中ほど付近までお進みください。快速特急成田空港行き発車いたします。閉まる扉にご注意ください。本日も京成電鉄をご利用いただきましてありがとうございます。ご乗車の電車は快速特急成田空港行きです。次は津田沼です。出口は左側です。千葉千原台方面と新京成線は乗り換えです。津田沼次は八千代台に止まります。途中駅の大久保今宮は止まりませんのでご注意ください。
もなく津田沼です。お出口は左側です。幕張本部を稲上げ千葉千原台方面は堀本ショーム3番4番線方面でお待ちください。お隣4番線は10分発千葉方面の千葉中央駅です。お客様の人が住みますと次に発車いたします。ご利用のお客様はこの了解はございませんようご注意ください。その後千原台行きは22分です。新建設線は5番6番線方面へご理解ください。松戸行きは19分です。ご乗車の電車は快速特急成田空港行きです。津田沼を出ますと八千代台に停まります。途中駅の大久保、今目には停まりませんのでご注意ください。この後降りましたホーム3番線から津田沼始発各駅停車水行きは12分の終点です。この先ご乗車の電車は通過駅となります。大久保、今目、大和田、志津、ユーカリの丘、臼井へおいでのお客様、降りました方面で、この後の各駅停車の水行きをお待ちください。車内にお忘れ物はございませんようご注意ください。津田沼に到着です。お出口は左側です。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
終点の成田空港、成田第1旅客ターミナルに到着。